ドクターヘリ格納こと、防災緑地前橋赤十字病院は、群馬県前橋市にある医療機関である。日本赤十字社群馬県支部設置の病院である。1913年に開院した100年以上の歴史を有する群馬県の機関病院の一つである。県内で唯一の高度救命救急センターを有し、群馬県ドクターヘリの基地病院となっており、 群馬県の高度急成期、救急医療を担っている。急病院は1971年建築の本館などが老朽化しており、増築により、動線が複雑化している他駐車場が不足するなど境外化の問題もあることから、2004年頃から移転新築が検討されていた。地元住民からは、現在地での新築を望む声もあったが、2010年に、 移転新地区の方針を決定2011年に移転先を新前橋駅近隣の東芝危機器工場跡地など11カ所の候補地から上川淵地区に決定した現病院の南方約3キロメートルの上川淵地区に新病院を建設2018年に移転新病院は免震構造の鉄筋コンクリート造り地上7階建てで屋上には ドクターヘリ用のヘリパッド、地上には給油設備と格納庫が設置される。全体の敷地面積は4倍となり、災害対応エリアとして自衛隊の大型ヘリが離着陸可能なヘリポートを含む防災緑地も整備され、災害拠点病院としての能力が強化される。2009年2月18日より本病院を基地病院として15道府県目、17期目のドクターヘリとして、 運行を開始した。運行時間は8時45分から17時45分、または日没30分前となっている。旧病院の屋上ヘリポートには給油設備、格納庫がなかったため、給油、整備、運行時間外の中期は群馬ヘリポートで行われていたが、移転後の新病院には給油設備と格納庫が設置されている。運行は旭日公が受託しており、機体は BK-117、または MD-902 が使用される。群馬県、ドクターヘリ。ありがとうございます。